はい、どうも、こっち。今回またヘビーレイン、心のきしむとき続きからやっていこうかなと思います。前回、あ、続いてるちゃんと前回から。ダメかなと思ったけど、前回は、なんだっけ。前回は、とりあえず E さんのなんかミッションやったの覚えてない？指切り落としたりとかさ、電気のとこ行ったりとか、まあそういうとこは覚えてる。まあ、とりあえずほんと E さんになんか照準が当たってきたって感じかな。全体的にこの FBI の人も確かイーサンの操作するから。何か新しいものがあるな。ショーン・マーズが消えた午後の公園付近のビデオ映像だ。うん、何もないとは思うが、ひょっとしたら見ようぜ。んん、選ぶタイヤと折り紙。え、ビデオ見ようぜ。じゃあ、分析。お、いいね。監視カメラだね。1583台マッチ。うん。これじゃ犯人の車は見つけられない。他の手がかりと照合してみるか。分析早い。いいな、そのサングラス。俺も欲しいわ。まあ、分析するもんねえけど。あんまないよな、まあそら。道の場所ぐらい知りたいけどな。まあそれは監視カメラに情報入ってんだろうな、多分。はい。管理のされ方いいわ。ほんといいよね。くすぐるような男心。83年型シボレーマリブだな。うん、特定したね。なあ、まあまあ車とか無理か。場所的なも要素がないとな。ないもんな。だから折り紙とかあったら多分どこで見つかったとかさ、そういうことでしょ。ワンちゃん、コットン入ってんの。あ、そこで見つかったんだ。あよ、ランランっていいな。もっとあっただろう、なんかいい感じの言い方。ランって、そうなん、そうなんだけどさ。あー、まあ、これも見たよな、前回。でも前回ってこの初めて FBI 操作した時じゃないけどさ、見たよな。ファイル。いいなこれ。おしゃれ、ほんと。選ぶは分析。これは折り紙キラーの被害者か、ビクティブだから。被害者がいた場所。必ず遺体発見場所に隣接して鉄道。はいはい。犠牲者は全員秋に行方不明。うん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 。この被害者ってのはあれよね、子供のことだよね、多分。そうだな。えい。ふっ。分析と開けるは違うんだな。一緒な気もするけどな。めっちゃ情報書いてんね。え、それだけ？え、今の何？今のって何？今のした後に分析したらなんかまた変わる。なんか今の様子いるだって。必ず遺体発見場所に隣接して鉄道。え、何今の？犠牲者は全員秋に行方不明。まあ秋に行方不明ってのは確かあれだよな。なんかその雨が降るからみたいなことだったよな、確か。折り紙と欄ね。分析。犯人は白人、うん、30歳から45歳。知的で冷静で意志が固く計画的である。おー、車を所持。うん、おそらく時間の自由な職業だろうな。でもやっぱ怪しいよな、あの御曹司もさ、該当するもんな。まあ警察は今これリストに入ないんだろうけどさ、あの御曹司のデータというかさ、疑いみたいなのは。あいつも怪しいんだよな。これで終わりかな。環境だってあれだもんな。環境って俺の環境だからね。はい。環境って俺の関係だから関係なくね、これ。
そう、なんで今回砂漠なんだろう思ったけど、俺の大好きな水にしてよ、ちょっとこれが一番いいよな、やっぱたまんないぜ、水族館。ちょっと息苦しいけどさ、全部見たくないっすか。え、まだある。え、全部見たくない。え、あった今戻るの。助けて。で、まだゲーム進んでないってことは終わってないってことだよな。ちょっと待って。え、あ、ちゃんと全部見たけどな、俺。はい。あ、なんか変わってない、前回と。タイヤの後にマッチする死亡が16時2分に公園の方向に向かって通過、ね、反対方向に向かって16時37分に再度通過。閉じ込めたな。ショーン・マーズの失踪時間と一致するかもな。犯人の車か。終わりかな、これで。なるほど、タイヤ跡を見た後に、あ、なんかもう一個増えてなかった今。ちょっと待って、増えてたよね今。タイヤ跡を見たから車が特定できると。なるほどね、そういうことか。逆、こっちだ。運転手の顔が見えないのが悔しいな。悔しいな。分析。盗難車か。ジャクソン・ネビルが盗難の容疑で逮捕されたが不起訴となった。証拠としては不十分だな。いや、この車あれじゃないの、今イーサンが使わされてる車じゃないの。ないか。これイーサンが今これ使わされてる車じゃない、これ。あ、なんか増えてない ?ID カード。ジャクソン・ネビル。あ、進んでんな、ちゃんと段階を追って。ジャクソン・ネビル、通称マッド・ジャック。うん、盗難車の売買事件に複数回関与。うん、危険人物とみなされる。こいつが犯人に車を売ったかもしれない。わずかな手がかりだが。今はこれにかけるしかないな。ジャクソン・ネビル。へえ、ちゃんと段取り踏んでんだな。成長したな、この操作も。初めて会った時はさ、なんかほんとなんかただ順番に見るだけだったけど、ちゃんと今こっちで証拠をつかんだからこっちの証拠も変わるみたいななってんね。頭使わないかんわ。知力が追いついてなかったわ。行こうか。あんまやる気ないな、 FBI。 上官に相談するべきか。そうだな。いや、ダメだ、自分一人で何とかしよう。なんか揺れてんね。これ揺れてる時って大体なんかいつも何とかしてここからイーサン・マーズを逃がさないと。あ、そっか、捕まってんのか。彼が真実を話してる可能性が低かったとしても、彼なら息子を救えるかもしれない。決意。ただ見てることなんてできない。ここから逃がしてやらないと。俺には彼が犯人だとは思えない。全部見たいから、ごめんね。何一つ犯人のプロファイルと当てはまらない。俺の勘が正しければマーズは無実だ。なんとかここから逃がすぞ。オッケーオッケーオッケー、頑張ろうか。局長は腐ってたから。あ、マーズは自白したか。まだです。意識を失いました。少し休ませたら再開します。思ったより手強いな。そのうち吐かせますよ、必ずね。まあ、近づかない方がいいかな。いずれにしてもブレイク警部補、よくやった。お見事だ。記者会見を手配した。1時間後に始める。一大いや、これイーサーなるじゃん絶対。これ奴の自白を待ってからの方がよくありませんか。必要ない。水飲んじゃってる。記者が知りたいのはそれだけだ。イーサン・マーズは無実だ。本気で自分しかショーンを救えないと信じ込んでいる。本当だったらかけてみよう。彼をここから逃がさないと。ああ、だから閉じ込められてるとこ行くんだ。これで見れんのかな。犯人いたよな。違うな。
犯人ここに閉じ込められてんだよ。どいてじじさん。ちょハゲ。あらちょっとこれ見てんのがちょっとやらしいね。あっいい感じだねこれ。誰？あっなんか何今何しようとした今。おいここに閉じ込められるの怖えな。こんな警察官が働いてる近くで。あまだEさん入れられてないな多分これ。めっちゃかどけよお前。すいませんぐらい言えよお前も。いるイーさん。イーさんいる。あいる。これビデオ切ったの正解なんじゃないこれ。あ何なんかあるよ。電話ある。出前？あ、ん？なんだこれ？これで電源切ったってことか。電源切っていくってこと？そういうことか。行こうか。でなんかアナログスティックの方向と違うとこに動くんだけど、こいつら。毎回思うんだけど、俺下に入力してんのにさ。なんで方向転換うまくいかないの。いやうまくいかない時があるんだよね。大半はうまくいくんだけど、大半はちゃんと動いてくれるんだけど、なんかたまーにね。ちょ左押してんじゃん。二人きり。二人きりにしろ。でも、うん、そのブレイク警部補が頼む。二人きりにしてくれ。頼むよ、FBI だぞ俺。ドアのところにいますから。あ、これで録画を防げると。さっき切ったもんな、録画と録音を。ひどい。大丈夫か、イーさん。なんかデトロイトと似てんね。なんかやっぱこうキャラクターが繋がっていくのがこの会社のゲームなんだろうな。個々のキャラクターがさ助け合うじゃないけどさ。行かないと。ショーンを助けに。僕に任せて。何すんの。扉の前いるんじゃないの。でもガードまずを逃がすにはあのガードを追いやらないと。クソ何してる。容疑者逃亡の手助け。バレたらバッジは剥奪されて10年刑務所だ。確かにな。気づかれずに彼を逃がすことができるはずだ。まずは手錠を外そう。まずは手錠を外そう。君がここから出られる方法を考える。待ってろ、すぐ戻る。まずは手錠を外そう。署内に巡査のレインコートがあるはずだ。探し出してマーズに渡そう。ああなるほど。あこれじゃない。ここと違うの。密かに気づかれずに彼を逃がす方法があるはずだ。手錠とレインコートなんだな。レインコート、まあこれレインコートなんだな。あれ部類はコートじゃなくてレインコートなんだな。あこれ使えそうじゃない。ダメこれ。違う違う、何腰掛けてんのよ。いいいい、その時間、その時間いらないから。これパクれねえの。え？パクればいいじゃん。洗濯物コーナーみたいな。ああそこなんかあるぞ。あマークじゃなかった、時計だ。あ、これ記者会見場所だ。え、ねえか、ちょっとどっか。手錠と、手錠でも鍵もらえるわけじゃないからな。そんな簡単に鍵渡してくれないだろうしさ。強行突破すんのかな。
レインコーツを手錠でしょ。ちょっと探してっか。こっち怪しくないですか。こっち怪しいんじゃないの。こっち何か匂いはするね。開けさせてくれないの。そこ開かないんだったら何もないな。レインコートでもさ、探そうっつっても署内に巡査のレインコートがあるはずだ。探し出してマーズに渡そう。てかあれだ、俺のとこにあったすんじゃないの。てかこれ案外さ、実は俺のとこに忘れ物なんじゃ。忘れ物が。鍵を外す方法を考えないとな。まずは手錠を外そう。俺の部屋なんもねえわ。巡査のレインコート、これパクっちゃダメなのこれ。でもさ、この椅子になんか出るってことはなんかあんのかな。ここでなんか腰掛けてたらさ、話しかけてくれるのかな誰か。なんでここ必要なんだ、この時間。うん、意味ないよな。すみません帰ってくれないか。ちょ帰ってよお前。おい、なんかあった今。ちょ帰ってよ。ちょっと気づかれずに彼を逃がす方法があるはず。帰ってよ。お願いしたじゃん帰ってって。ちょっと帰ってよ。まあいいけど。え、どこにあんだ。ちょっと結構時間かかるかも。こっちかな。あ、あるよレインコート。え、レインコートあるじゃん。ゲイリー、休憩に入れ。僕が見張ってるよ。いいんですか。実はトイレに行きたくって。手錠を調整するなら机の上に鍵があります。言うな。何言ってんの。レインコートないんだけど。レインコート脱いでいけよお前、せっかくだしさ。あ、ごめんね。いやでもさ、この女の人もさ、イーサンを守ってさ、FBI もイーサン守ってさ、繋がってきたよね、キャラクター同士が。あとはもう私立探偵が関わるだけだな。イーサンは犯人じゃないんだぞって。イーサン、これを着ろ。見つからずに抜け出せるかもしれない。そんな顔覚えてないのか。手錠が忘れてた。 OK、 待ってて。あ、机の上にってどういうこと。あっちの机の上にあったのもしかして。まあそうだな、イーサンのとこにあったらいつでも発せるもんな。ごめんな。あった、机の上に。あったか。え、あ、え、あれ鍵か。机の上に鍵がある。え、まずは手錠を外そう。え、なんか机の上につったよね。どの机を。ちょっと警部、俺の机。いや、くそ、ま、手錠があったって言ってたもんな。あっ、ああ靴紐がちょっとほどけちゃったな。よくないよくない。靴紐ちゃんと調整しないとな。でもさ、別に手錠の鍵に関してはさ、あの警備がさ、使ってくださいって言ったから別にそんなにビクビクしながらやらなくてもいいと思うけどな。
調整したかったらどうぞって言ってたから。よし、君は自由だ。行くぞ、一緒に。俺とあるときはバレないから。さあ、これを切ろう。彼らは休憩中だ。素早く行けば見つからずに抜け出せる。協力してんな、なんかみんなで。忘れ出口、止まらず、喋らず、何も考えるな。ただ歩け。なんて俺を言えば。怪しいわ。息子を救うと約束してくれ。後悔させるなよ。フード被ってるやついないよ。あれ、わかんねえな。フード被ってるやついないじゃん。この。なんか逃げ出したぞっつってさ、あれなのかな、疑われんのかな、誰かが。署内で。イーサン頑張ろうな。いつも顔変わんねえな、表情。1時間ほど前、警察は折り紙殺人鬼と思われる男性の名前を会見で公表しました。誘拐されたショーン・マーズ君の父親であるイーサン・マーズ容疑者は、現在逃亡中で武装しているとみられます。警察当局はこれを受け、この凶悪犯の一刻も早い逮捕を目指し、一斉捜査を。イーサンこんな感じなんだ。なんで俺にヘイト行くんだろうな。あ、食料買ってきたわ。何が好きかわからないから、いろんなものを少しずつ。ホテルの人にバレないかな。でも警察。警察は。うん、平気。巻いたと思う。そっか、もうお姉さん知ってんだもんな。フロントのあの男気持ち悪いわ。信用できない。ね、ニュースはあなたのことで持ちきりよ。警察総動員であなたを追ってるわ。あなたが折り紙殺人鬼だって。本当なの？あなたが犯人なの？犯人だったら近づけないけどな。いや、打ち明けてみよう。お前言ってみてよ。本当犯人なの？お前。ねえ。俺が気になるわ。俺は時々意識を失うんだ。ああ、ちゃんとね、そういう。まるで別の人格がいるみたいに。うん。何をしていたかわからない時がある。唯一覚えているのが死体なんだ。水に浮かぶ死体だ。あ、じゃあ本当に。この怪我はどうしたの？なぜあのアパートにいたの？信用しよう、この女子。俺の中のもう一人の俺が、俺のショーンへの愛を試してるんだ。ショーンを救うだけの愛があるか知るために。だから本当はショーンの居場所も分かっているはずなんだ。なんて酷なんだ。それを知るためには試練を乗り越えなければ。どうしてそのことを警察に言わないの？ね、そうだな、確かに。何を言えって言うんだ。俺が殺人を犯して息子まで誘拐した男だって信じやしない。俺は自由の身でいなくちゃダメなんだ。他に方法はない。まあ二重人格って言ってもな。自分だけが頼りなんだ。うん。ショーンが救出されたら自首するよ。うん、でもそれまでは。あ、日本じゃん。ちょっと気づかなかった。あれでじゃん。長続きしないわ。自分を痛めつけてるのよ。今は息子を見つけることだけが重要なんだ。どっちなんだろうな。他に方法があるはずよ。分かってないな。時間がないんだ。あと数時間でショーンは死んでしまう。選択の余地はないんだ。すまない、マディソン。もう行くんだ。このことは全て忘れてくれ。それが俺からの最後のお願いだ。俺のことを思うなら行くんだ。一人にしてくれ。自分の中にいるもう一人の俺が自分を試してるってやばくない？その現状。
どっちかだよ。でもね、このゲーム全体を見てる俺からしたら、あの御曹司かイーサンのもう一つの人格かどっちかだよな。犯人疑惑があるのは自分が。でも自分の息子を隠してその息子を自分で探すってわけわかんねえよな。そんな綺麗な二重人格いる？ねえ、時間がない。手遅れになる前にショーンを見つけないと。そんな綺麗な二重人格のやついるか。まあ、よく聞くけどさ、世界仰天アンビリーバボでもあるけどさ、その多重人格みたいな、そのなんかその一つの人格が出てる間は他の人格が出てこないっていうのをさ、まあ見たけど、本当ってやっぱ二重人格ってそういう感じなのかな。もう一つの人格はもう出てる、もう一つの人格が出てるときはその本来の人格は出てこない、そういう感じなのかな。大変だよな、記憶まで共有されてないって。頑張ろうな、イーサン。あの FBI とさ、あのマディソン、さっきマディソンって呼んだから思い出したけど、女バイトのためのやっぱね、なんでこんなイーサンの味方してくれるんだろうな。でもみんなはね、そんな魅力ないだろう、そんな関わりもないのに。やっぱ溢れ出てんのかな、優しいオーラが。でまだ2枚裏あったよね、確かね。息子のために誰かを殺すことができるか。ブラッドシルバー、レフィン同士、ロングウェイド6784番、殺害し写真を送信し報酬を手に入れろ。これあれなんじゃないの、知ってる人なんじゃないの。ねえ、自分の知ってる人とかじゃないの。どうなんだろうな、普通の人間でもさ、普通の人間だったら多分住所指定する必要ないんだよな。ちょ、ここで一旦切るわ。場面切り替わったし多分時間もちょうどいいから。だんだん度が過ぎていってんな。そんなことある。でももう一人の自分がさ、自分を試すってわけわかんねえけどな。まあいいや、期待していこうか。はい、というわけで今回終わろうかなと思うわ。じゃあ、あざした。